オリンパスの OMD-EM5 Mark III の多機能幻想的な撮影の方法を説明したいと思います。よく写真などで滝の水の流れが伸びているような幻想的な写真を見たことがあるかと思います。それは今回ご紹介するこのカメラでも撮影することができます。まずはじめに撮影するにあたって必要なものがあります。それは三脚が必要になります。なぜ三脚が必要になるかと言いますと、露出時間を長くして、撮影をしますので、手持ちで撮影するとブレてしまいますので三脚が必要になります。それでは早速撮影の方法を説明したいと思います。こちら、上のダイヤルですね、こちらの方を M に設定してください。これは全てマニュアルで撮影するっていうモードになります。で、今から数値の方を説明していくんですけども、あくまでも目安なので一度撮影をしてから確認してより細かい設定をしていただければなっていうふうに思います。奥のダイヤルですねを回してください。そうするとここの F 値が変更されますので F 値を8に選択をしてください。次に ISO ですね。 ISO はこちらのボタンを押して、また手前のダイヤルですね、こちらを回すことによって変更することができます。200に設定をしてください。次にシャッタースピードですね。シャッタースピードはこちらの手前のダイヤルでシャッタースピードを変更することができます。2秒で設定をしてください。これでですね、数値の設定は完了しました。次にこちらの上のボタンですねを使ってセルフタイマーで撮影することをお勧めします。こうやってシャッターを押すと画像がブレてしまいますので、セルフタイマーで撮影することをお勧めします。またですね、スマホとこうやって連携して撮影するといいかもしれません。これで一度三脚を使ってですね、しっかり固定して撮影をしてください。それで一度撮った写真を見てください。滝の流れをもう少し伸ばしたいっていう場合はシャッタースピードを遅くすることによってさらに滝の流れを伸ばすことができます。もう少ししっかり撮りたいっていう場合は反対側に逆にシャッタースピードを速くすることによってしっかり捉えることができます。次に明るすぎるっていう場合がありますので、その場合は F 値をもう少し上げると暗くすることができます。ただあまり上げすぎてしまうと画質が悪くなってしまいますので、シャッタースピードをもう少し速くしてちょっと暗くするなど、ここの調節をしながら設定をしていただければなというふうに思います。次に暗いっていう場合は ISO ですね、こちらを上げることによって明るくすることができます。このような要領で滝の流れを撮影することができますので、ぜひ挑戦していただければなというふうに思います。今日の説明は以上で、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。